カーバインはニュージーランドで生まれ、ニュージーランドとオーストラリアで走った競争馬。ファーラップと並ぶオセアニア競馬史に残る名馬で、さらに南半球史上最高の競争馬の一頭と言われる。タネボ馬としてもオーストラリア、イギリスで成功した。馬名の由来は銃の名を持つチチマスケットにちなみカービン銃より取られた。判定にビクトリアダービーに優勝したカーネージュがいる。 2000年、オーストラリア競馬名誉の殿堂の初年度の伝道選定馬に選出。2006年、ニュージーランド競馬名誉の殿堂の初年度の伝道選定馬に選出。カーバインの父マスケットの元の所有者であったグラスゴー伯爵は絶対に他人に馬を売らず、しかも生産馬のうち大馬のほとんど時に入らない、貧馬を射殺していたと伝えられる人物である。 マスケットもグラス豪強に射殺されかけたが、彼の死によって難を逃れた。マスケットは、その後ニュージーランドで、種母バとして、数々の活躍場を排出し、イギリスから輸入された、繁殖品場マーシーと交配した。その結果誕生したのが、カーバインである。セリーチに出品された、カーバインは調教師のディオブライエンによって620、ギニーで落札された。 1887年11月にニュージーランドでデビューしたカーバインは翌1888年4月にかけて5連勝を飾り同年11月にオーストラリアへ遠征したカーバインは遠征初戦のビクトリアダービーでは遠インの2着に敗れその直後 D ・オブライエンは同馬の売却を決めたオブライエンはビクトリアダービー出走時に ブックメーカーと巨額の賭けをしており、カーバインが破れたことで、財政状態が悪化したことが原因であったとも言われている。カーバインは d ウォーレスによって3000ギニーで購入され、調教は W. ヘギン・ボーサムが担当することになった。売却後カーバインは1889年の3月から4月末にかけて10回出走し、当時のオーストラリア最大のレースの一つであった。 シドニーカップを優勝するなど7勝を挙げた。1889年後半は5戦して1勝と、勝ちきれなかったが1890年前半に入ると、復調し、シドニーカップ連覇を達成するなど9戦8勝の成績を収めた。1890年後半から1891年前半にかけてのシーズンで、カーバインは常に重い金量をされながら、 通算成績は11戦10勝2着1回の成績を残した。1890年9月のクレーブンプレートでは、金量が23ポンドも軽いメガフォンとの叩き合いを制し、同年11月には、レース史上最も重い145ポンドの金量を課されたメルボルンカップをレコードタイムで走破し優勝した。この時の監修の興奮は凄まじいものだったと記録されている。 カーバインは1891年4月にイジし、プレートに出走し優勝した後、想定士のミスが原因で歪めに重傷を負い、引退を余儀なくされた。競争場生活を通じての獲得賞金29,476ポンドという記録は、その後30年余りの間破られることがなかった。引退後は、種ボバとなり、D オーレスが所有していたラーダーバーグ牧場につなぎをされた。 初年度は競争場時代に蓄積した疲労が考慮され、種付け頭数はわずか3頭であったが、その中から代表3区の1頭であるウォーレスを送り出すなど、種ボ馬成績は当初から非常に良好であった。それを受けて1895年には当時、セントサイモンを所有していたポートランド公爵に1万3000ギニーで購入され、ポートランド公爵がイギリスに所有する牧場で、 強用されることになった。カーバインを乗せた船が出港した際には2000人が見送ったと言われている。イギリスでのカーバインの種ボバ成績は期待ほどのものではなく、リーディングサイヤーは4位が最高で、輸入直後の1896年に200ギニーだった種付け量は、最後は48ギニーにまで低下した。イギリスで排出した。 代表産区はスペアミントで、スペアミントがキャトニップやプラッキーリエージを排出したことで、カーバインは現代へも少なからぬ影響を残した。ただし現在その直径は耐えている。1914年5月、カーバインは放牧場で脳出血により倒れ、死亡した。死後、カーバインの体はポートランド公爵の指示によって分解された。骨はメルボルン博物館へ寄贈され、 現在も陳列されている。カバーはイスカバーやタバコケースに加工され、イスカバーは現在オークランドレーシングクラブの会長室にある。さらに4つのひづめはインクスタンドに加工され、現在はニュージーランド政府の首相室の机の上に置かれている。ありがとうございます。